どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介していきたいなと思います。ちょっとね、今回ね、話が長くなってしまうかもしれないんですけども、ぜひね、お付き合いいただければなと思います。それではですね、まずね、えー、画面切り替えて、えー、やっていきたいなと思うんですけども、こちらね、IH ホテルのですね、インターコンチネンタルアンバサダーっていうね、プログラムが あるんですよね。で、こちらがですね、インターコンチネンタルアンバサダーメンバーシップということで、まあ1年間ね、米ドル200ドルもしくは4万ポイントですね、このね、インターコンチネンタルアンバサダーっていうのになることができるんですよね。で、まあこれはね、あの私の動画でね、何回か紹介したことあるんですけども、 このインターコンチネンタルアンバサダーっていうのをですね、ちょっと画面こっちで、ね、切り替えさせていただきますけども、このインターコンチネンタルアンバサダーですね、年間200ドルもしくは4万ポイント支払うと、まあこのインターコンチネンタルアンバサダーっていうのになれるわけなんですけども、i h d のステータスを保有されている方がこれを更新するとですね、今持っているステータスが延長されるっていう対応がここ数年ですね、あったんですよね。まあこれはね、まあコロナとかの影響もあったと思うんですけども、 まあ、こういった対応があったわけなんですけども、これがですね、残念ながら終了っていうのが、こちらね、海外のブログの読者の方がですね、この i h にに問い合わせて、その回答がね、こういった感じになりましたということで、海外ブログでですね、こちらね、報じられております。残念ながらですね、今までは私みたいにですね、i h、G、のね、一番上のダイヤモンドとか持っている方が、このインターコンチネンタルアンバサダーの ステータスをね、あの、更新するとですね、1年間延長がね、えー、受けられたということで、ま、あ簡単に言ってしまえばですね、ね年間で、ね、200ドルもしくは4万ポイントでステータスが延長することができてたわけなんですけども、この対応がですね、終了って言いた形になります。ですので、まあ、昨年ね、こちら、えー、っと、動画のコミュニティ欄とかでね、紹介したと思うんですけども、今までね、こちら利用されてた方も、今後はね、利用することができないっていうふうになりますんで、ま、あこれ目当てで,ですね、インターコンチネンタルアンバサダー更新は まあ、しないようにね、していただければなと思います。まあ、非常に残念なんですけども、まあ、こういったね、対応になりましたので、この点はね、覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、こちらね、えー、ビザの公式サイトなんですけども、愛知県初名古屋鉄の一部で、クレジットカード等によるタッチ決済の乗車実験開始ということで、えー、2023年9月の19日にですね、こちらプレスリリースが出ておりまして、クレジットカードのタッチ決済による、えー、改札通過を可能にすることで、 え、チャージ不要、運賃支払い提供により、利便性の向上、内外問わず、使い慣れたクレジットカード等による、え、窓口業務の軽減、化混雑、緩和などのように、スムーズで快適な環境、移動環境の構築や、街の魅力向上を寄付することで期待しています。ということで、こちら対象駅がですね、 中部国際空港、名鉄名古屋駅、金山駅でのいいのかなちょっと読み方わかんないんで間違ってたら申し訳ないんですけれども、この3つを中心とした駅がですね、対象の検討ということで、こちら実施時期はですね、まだね、開始になってなくて、2024年の春から2025年3月末予定ということで、まあ具体的なね、開始時期はね、またお知らせしますというふうになっているわけなんですけれども、まあ中部国際空港とかですね、名古屋駅等々はですね、この クレジットカードのですね、タッチ決済で乗車ね、できるようになるということで、こちらね、非常にいいですね。ぜひね、羽田空港とかですね、成田空港周辺もですね、電車のね、乗車っていうのは本当にね、クレジットカードで利用できないじゃないですか。まあ、できるところもね、一部ありますけども、できないところの方が多いんでね、やはり海外からね、来た方とかね、まあ私たちが海外に行った時もそうですけども、改札がね、クレジットカードでタッチ決済でね、入れるっていうのは非常に楽ですよね。 で、今回ですね、クレジットカード、デビット、プリペイドがね、利用することができるということで、国際ブランドに関しては、ビザ、JCB、アメックス、ダイナース、ディスカバー、銀年ということで、で、マスターカードはね、順次対応予定ということで、今現,在現時点ではね、この国際ブランドがね、対象になっているみたいなんですけれども、まあ、2024年のね、春から1年間ね、実証実験ね、開始になるっていう風になりますんで、こちらね、中部空港ね、メインの方はぜひね、覚えておいていただければなと、 思います。それでは次にですね、ラブ SQ 旅またね、えー、やってまいりました。しかもね、今回はマスターカードの支払いは35%オフということで、非常にいいですね。はい、またね、シンガポール航空はですね、安心の総額運賃表示、年輸サーチャージ、別途かかりませんということで、これもね、いいですよね。ということで、またね、ラブ SQ 旅開始になるということで、えー、期間がですね、2023年の9月の26日0時から29日、 9月の29日23時59分ということで、この動画が出ているのは9月の23日っていう風になりますんで、来週の火曜日からですかね。はい、0時からね、えー、開始になるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、えー、設定期間がですね、2024年1月の15日から2024年7月12日ということで、7月ね、入っているっていう風になりますんで、まあ夏休みね、ずらして取れるそうな方はですね、利用することができますし、 ゴールデンウィークとかもね、こちら対象に。 日程に入っておりますので、これはめちゃくちゃいいですね。で、ご利用のクラスということで、エコノミー、ビジネス、あプレイコ、えー、ビジネスがね、利用することができるって言った形になります。で、運賃種別はね、往復のみということで、往復でね、検索ね、するようにしてください。で、対象の出発地が成田、羽田、中部、関空、福岡。で、対象の目的地がシンガポール、ロス、クワラルンプール、ペナン、バンコク、プーケット、テンパサール、マレーということで、こういった形になってるんですよね。で、今回ね、マスターカードで利用していただくと、 最大ね35%オフということで35%オフになるねビジネスでプレミアムエコノミーっていう風になりますんでエコノミークラスだと30%オフですねでプロモーションコードね入力していただく必要がございますのでこの点は覚えておいてくださいで目的地でですね割引率変わっておりまして シンガポールだったら35%ビジネスプレイコですね。で、エコノミークラスだと30%。これはシンガポールのみですね。で、ロサンゼルス行きのビジネスプレミアムエコノミーが25%オフ。それ以外の場所は20%オフっていう風になりますので。で、マスカーカード以外の場合もね、割引受けられるということで、まあこちらね、シンガポール行きのビジネスプレイコだったら30。シンガポール行きだったら25。ロサンゼルス行きのビジネスプレミアムエコノミーだったら20。その他の 目的地は15%オフということで、これね、正直ね、マスターカードで払うのと、そうじゃないのでね5、5%しか変わらないっていうふうになりますんで、まあ、この点はね、覚えておいていただければな、なんていうふうに思います。まあ、10万とか超えてくるとね5、5%でもね、でかくなりますけども、まあ、あの、お持ちのね、好きなカードで払っても、このね、キャンペーンは、あの、利用することができるっていうふうになりますんでね。で、 えー、マスカーカードを利用時の運賃一例ということで、シンガポールであればエコノミー52,810円。これが往復で、ネイサーチャージ込みというふうになりますので、まあ、片道26,000円ぐらいでね、利用することができますんで、これはめちゃくちゃいいですよね。で、またね、東南アジア、ちょっと安くなってね、往復49,440円ということで、これもね、結構いいですよね。はい、こういった形になっておりますんで、まあ ビジネスとはね、16万9000、まあ高いですけどもね、まあビジネスクラス、シンガポール航空のね、ビジネスクラス、非常にいいんでね、まあこれもね、まあいいのではないのかなっていうところですね。で、利用方法ということで、このね、プロモーションコードをね、利用される35%ね、利用される方は、こちらね、購入時にですね、このプロモーションコードで、先ほどのプロモーションコードで、ね、入れていただく必要がございますので、この点はね、覚えておいていただきたいなと思います。 それでは次にですね、a n 来ますね。毎月29日は感謝の日ということで、こちらね、なんか色がいつもとね、ちょっと違いますけども、2023年9月の29日の a n 感謝の日、ANA ですね。なんとですね、国内線特典航空券減額マイルキャンペーン来ます。いやーいいですね。はい。で、こちら詳細は一部しか多分見れない、あ、そうですね。 はい、今のところ発表されているのはですね、中国、九州、沖縄、一部路線にお得にということで、登場期間は2023年の11月1日から11月の30日の減額マイルキャンペーンっていうふうになりますんで、これもね、ちょっと詳細出ましたらですね、またね、動画出したいななんていうふうに思うんですけども、まあ、こういった感じでですね、発表されておりますんで、こちらね、9月の29日、0時きっかりにね、開始になりますんで、 この点も覚えておいてください。それでは次に ANA がですね、プレスリリースで発表しております。ANA 国際線第2ターミナル出発便が3倍、16便に拡大へということで、こちらですね、えー 注意していただきたいのは、えっ、ー、と、ANA はですね、第2ターミナル、羽田ね、第2ターミナル、第3ターミナルね、今まではですね、ずっとね、ターミナル3しかね、羽田空港を使ってなかったんですけども、まあ先日ね、私も行きましたけども、羽田空港第2ターミナルにも国際線出発がね、えー、するようになりまして、今ね、両方を使ってるっていう風になりますんで、まあそんなにね、離れてないのでね、間違えてもね、まあそこまでね、ダメージはないと思うんですけども、まあめんどくさいことはめんどくさいんでね、この羽田空港 こうね、第2ターミナルと第3ターミナル両方使ってるよっていうことは、ぜひね、覚えておいていただきたいのと、ANA 羽田発のヨーロッパ機はね、すべて第2ターミナルから出発へということで、こういった感じにね、変更になりますんで、 この点はね、注意していただきたいな、なんていうふうに思います、えー。こちらね、詳細読み上げていくと、2023年10月の29日より、羽田空港第2ターミナル国際線施設から出発ビル便を、現行の5便から16便に拡大しますということで、えー、シドニー、香港、えー、台北、えー パリ、ロンドン、上海、フランクフルト、シンガポール、シンセン、バンクーバー、ホノル、フランクフルト、シドニー、シンガポール、ミューヘンということで、こちらがですね、第2ターミナルからね、出発するっていう風になりますんで、この点はね、本当に注意していただきたいな、なんていう風に思います。まあ、いいチケットがね、送られてくると思いますので、まあター、第2ターミナルになってるか、第3ターミナルになってるかね、こちらも確認していただいて、まあ、この前ね、動画を出しましたんで、ぜひね、チェックしていただければなと思うんですけども、まあそんなに大き 大きいターミナルじゃないんでね。またね、あの、カードラウンジもですね、結構ね、入るのが厳しめのね、カードラウンジと ANA ラウンジと ANA スイートラウンジしかございませんので、このね、ラウンジでゆっくりして出発するっていうのもですね、結構ハードルが高いっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に。 思います。それでは次ですね、ブリティッシュアウェイズはですね、必要マイル数アップということで、解約がね、来ております。まあ私の動画でね、もうブリティッシュアウェイズのマイルに交換されてる方ってほとんどいないと思うんですけれども、昔ね、アメックスのリワードポイントの使い道で、まあお勧めさせてたんですよね、このブリティッシュアウェイズのアビオスっていうのはね、非常にお勧めされておりまして、まあ私もね、2万マイルぐらいまだ残ってたりするんですけども、今現在ですね、このね、 昔はブリティッシュアウェイズのね、アビオスって非常にね、必要マイル数が少なくて、JAL の特典航空券発見できたんでね、お勧めされてたんですけども、今現時点ではですね、ちょっとね、もう必要マイル数がね、国内線で、えー、7500マイルにね、解約になってから、もうね、私の方ではお勧めさせていただいてないんですけども、なんとですね、さらに上がりまして、羽田伊丹1500マイルということで、めちゃくちゃ高く <laughs> なってしまいましたよね。 まあこの点はね、覚えておいていただきたいのと、まあアメックスのリワードポイントね、アメックスのプロパワーのポイントをね、このブリティッシュアウェイズのアビオスに交換するっていうのは、ちょっとね、やめといた方がいいのではないのかななんていうふうに思います。これね、いまだにね、お勧めされているブログとかでもね、出てきたりいたしますんで、もう必要前ですよね、昔はね、4500とかあったんですよね。で、この前まで6000で、で、最近7500になったのがなちょっとね、詳しくはもう覚えてないですけども、さらに上がってね、1500マイルまで上がったっていう。 っていう風になりますんでねアビオスにはね基本的には交換しない方がねいいのではないのかなと思います。まあこのねアビオスっていうのは最近ねカタール航空だったと思いますけどもアビオスね採用されてまたねフィンエアっていう航空会社もですねこのアビオスね採用したんですよね。 ですねで、今後ね、なんかスイートスポットみたいなのがもしかしたら出てくるかもしれないんですけども、まあ、現時点ではですね、えー、そういう話はね、私はあの、キャッチしておりませんので、またありましたらですね、解説で出したいなと思いますんで、ひとまずね、このブリティッシュアウェイズのアビオスっていうのは、セオマイル数がね、多くなってしまったので、国際線の短距離とかだったらね、まだいいと思うんですけども、国内線で利用するっていうのはね、えー、かなりお勧めできないっていうふうになりますんで、この点はね、覚えておいてください。それではですね、ジャックスカード。 プラチナ、持ってる方そんなに多くないと思うんですけども、こちらね、えポイント還元率ね、解約がね、発表されましたえ。2024年の1月1日より、ラブリーポイントの還元率を以下の通り変更させていただきますということで、まあ今までですね、 え、合計ね、1.5%還元だったわけなんですけども、まあ、こちらがね、合計1%ということで、0.5%ね、還元率が落ちるって言い出形になりますんで、ジャックスプラチナカードね、保有されている方は、ぜひね、あの、こちらのサイトね、概要欄に載せておきますんで、ぜひチェックしていただければなと、 思います。まあ、私の動画でね、あんまり取り扱ったことはないんで、持ってる方少ないかもしれないですけども、まあ、こちらのクレジットカードですね、年価比2万2000円のえプラチナカードって言った感じになります。で、もう一個ですね、プラチナカードで発表がありまして、先ほどのね、ジャックスプラチナも、えっ、ー、と、ラウンジキーがね、ついてるんですよね、空港。 のラウンジサービスで。で、これがですね、プライオリティパスに変更になるということで、今までね、ラウンジキーだったんですけども、プライオリティパスにね、変更になるということで、空港ラウンジマスターカーサービス終了に伴い、ラウンジキーが2024年2月29日に終了し、2024年3月1日より、プライオリティパスのサービスを開始いたしますということで、えこちらですね。 今までね、ラウンジキーだったのが、プライティパスに、ね、変更になるって言いたがちになるんですよね。ですので、このジャックスカードのね、プラチナ持ってた方は、今後ね、ラウンジキーではなくて、プライティパスがね、利用することができるっていう風になりますので、ぜひね、覚えておいていただければなと。 思います。それでは次にですね、こちらね、JR 東日本のですね、JRE モール、JRE ポイントは貯まる使えるっていうね、オンラインショッピングサイトなんですけども、9月23日0時からね、23時59分、ポイント10倍キャンペーンをね、開催するって言ったがちになるんですよね。 で、これね、何がいいかっていう話なんですけども、このね、JRE ポイントって非常に溜まりづらいんですけども、まあ9月23日、1日限定で,ですね、ポイント10倍って言ったがちになるんですよね。しかもですね、対象商品は、このね、ネットで駅中を残ず、ネットで駅中を除く全商品がね、対象っていうふうになっておりまして、またね、この、 サイトのね、ポイントの貯まり方なんですけども、本来は100円につき1ポイント、JRE ポイントがね、貯まるわけなんですけども、まあ1万円使ったらね、まあ100ポイントが貯まる。まあこれがね、100円につき1ポイントっていう風になるわけなんですけども、今回のキャンペーン中だとですね、ポイント10倍っていう風になりますんで、すごいポイント貯まりますよね。 まあ、はい、1万円で1000ポイントなんで、10%還元キャンペーンですよね。で、またね、ビューカードを持ってる方はですね、ビューカードで買うと、えー、1万円買ったらね、1250ポイントね、貯まるって言った味になるんですよね。非常にすごいですよね。1万円買って1250ポイントなんで、ですよね、ポイント還元率にすると12.5%還元キャンペーンなんですよね。非常にいいですよね。 で、この JRE ポイントね、貯めるとどういういいことがあるのかっていう話なんですけども、これですね。はい。旅は冒険だ。どこかにビューンですよね。まあ知ってる方ね、い,るいらっしゃると思うんですけども、今ね、この JRE ポイント6000ポイントからですね、おすすめの4つの駅、どこかに新幹線向かう旅ですということで、これね、6000ポイントで往復でね、新幹線が乗れてしまうっていう、 ものなんですよね。で、これがですね、えー、往復6000ポイントから JRE ポイントでね、利用することができて、まあこれね、どこかにビューンだと6000ポイント、通常だったらね、24,220ポイントね、東京から秋田の場合ね、かかるわけなんですけども、まあそれがね、どこかにビューンであれば、新幹線往復が6000ポイントっていう感じになるんですよね。 ですので、このキャンペーンですね、ビューカード持ってない人は、6万円購入していただくと、えー、どこかにビューのね、往復がついてくるっていうふうになりますので、9月23日ね。 一日限定にはなるわけなんですけども、こちらね、お買い物する予定のある方は、ぜひね、利用していただければな、なんていうふうに思うんですよね。で、今ね、ちょっとおすすめなしナなんかないかなと思ってね、ちょっと調べてみたんですけども、まずね、おせちえ。これもね、あの、購入される方結構多いと思いますんでね、これもおすすめっていただきになります。またね、もう一つはやはりね、ふるさと納税ですね。 はい。ふるさと納税でね、6万円分、えー、枠ね、余ってる方は、えー、利用していただければですね、税金をお得に払いつつ、さらに返礼品までもらって、 どこかでビューのチケットももらえちゃうみたいな。まあそういった感じでも利用することができるっていう風になりますし。で、もう一つはですね、こちらですね、10泊セット JR 東日本ホテルメッツチケットということで、これね、ホテルの宿泊券10枚綴りのセットなんですよね。まあ8500円が10枚で、まあ10泊分ね、利用することができたり、あとね、こちらですね、5枚分のチケットもね、あるっていう風になりまして、これね、 あの、有効期限が購入してからね、あの、90日しかないので、ま、かなりね、あの、 利用期間ね、短いわけなんですけども、こういったのもですね、まあ、ホテルでね、宿泊することがね、できる電子チケットを買って、新幹線の往復ついてくるみたいな。まあ、そういった感じでね、利用していただいてもね、いいのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、利用してみていただければな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、アマゾンでね、ファッション秋のお出かけタイムセール祭りということで、9月の24日、23時59分までね、やっておりまして、こちらで、ね、最大10%還元がね、取れるっていうふうになります。で、エントリーね、 必須になっておりますんで、これもね、概要欄に載せておきますんで、えー、利用される予定のある方はですね、ぜひね、チェックしてください。プライム会員なら1.5%、Amazon のアプリで1%で、Amazon カードで決済していくと最大4%。 還元がね、つくということで、え全部でね、6.5%還元またね、ファッションアイテムの購入で3.5%還元ということで、合計ね、10%ポイントがえ獲得することができるっていった味になります。こちらね、エントリー必須になっておりますんでね、この点は覚えておいてください。 で、次にね、まだ Amazon が続きまして、こちらね、Amazon プライム会員になられてない方はですね、こちらね、登録していただいて、30日以内に2000以上利用していただくと、1000ポイントがね、もらえるキャンペーンもやっているっていう風になりますんで、これもね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしてください。Amazon プライムね、入ってない方向けのキャンペーンですね。 それでは次にですね、アマドンミュージックアンリミテッド最初の3ヶ月無料で聞き放題ということで、私ね、3ヶ月で来てるんですけども、こちらですね、4ヶ月でもね、来ている方がいらっしゃる。またね、今まで利用したことある方もですね、無料ね、キャンペーン適用になっている方ね、いらっしゃるということで、こちらもね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、対象かどうかですね、チェックね、していただければな、なんていうふうに思います。 普通に使うとね、こちら1,080円月かかるわけなんですけども、これね、4ヶ月だったらね、4,000円ちょっとぐらいね、お得に、えー、無料でね、利用することができるっていうふうになりますんで、めちゃくちゃいいですよね。 はい。ぜひね、チェックしていただければなと思います。それでは次にですね、こちらね、楽天リーベーツ、楽天が運営しているね、ポイントサイトなんですけども、楽天リーベーツで、なんとね、4%還元ね、アップル商品で来ているって言った形になるんですよね。こちらね、2023年9月の25日、23時59分までね、やっているっていう風になっておりまして、ラインナップね、こういった形になっているんですけども、まあ今までですね、出てきたね、商品。残念ながらですね、iPhone の新しいのとかね、対象には入ってないんですけど けどもここここらでででで4%還元で購入すすするるとができるってていいいいうう風ににななななななりりままののれははねかかお得ん思気になる方ですね、こちらもね概要欄に載せておきますので、ぜひね、チェックしていただければなぁと思います。このね、還元は楽天通常ポイントでもらえるっていうふうになりますんで、ここもらったポイントはね、ANA マイル、JAL マイルにね、50%で交換することもできるっていうふうになりますんで、こちらでね、利用されるのね、結構おすすめって言いたがちになります。 ということで、今回ですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介させていただいたわけなんですけども、まあ、今までね、ずっと紹介させていただいていた、TikTok ライトのキャンペーンありますよね。とうとうね、ボーナスタイム終了ということで、まあ、今まではですね、毎日ね、クリックするだけで、10日間ね、しなきゃいけないんですけども、クリックするだけで、まあ、4000円分もらえてたので、非常にお勧めさせていただいてたわけなんですけども、残念ながらですね、今後はですね、14日間以内に、 え10日以上ね、動画を一定時間見なきゃいけないっていう風にね、条件が変わってしまいました。で、規約を見るとですね。 ちょっとね、分数が書いてないんですよね。これがまたね、ちょっと厄介な部分ではございまして、あの、今、前あったキャンペーンとかね、10分とかね、制約あったんですけども、ちょっと規約に書いてないんで、まあ1分でいいのか、10分見なきゃいけないのか、20分見なきゃいけないのかね、ちょっとわかんないわけなんですけども、まあこういった感じでね、変わってしまったんですよね。今までね、登録されてた方で、まだね、あの4000分のポイントをもらってない方はですね、毎日チェックインね、確実にしていただいて、ポイントね、取りこぼさないようにね、していただければな、 なんていうふうに思います。いやーね、長い間、多分3ヶ月ぐらいですね、このね、TikTok ライトのキャンペーンやってたと思うんですけども、やはりね、毎日ね、ポチって押すだけでね、ポイントがもらえたっていうのはね、本当にすごかったですね。はい、ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ